こんにちは、ダイレクトスタジオの広島です。今回はビートルズのバースデー、こちらのギターの弾き方を解説していきたいと思います。ぜひ一緒に演奏してみましょう。それではやっていきましょう。基本的にキーが A のブルース進行で考えていけばいいです。そして、各キーごとに1、4、5に、フレーズがあるんですが、それも一つのフレーズをそのまま移動させただけのフレーズなので、まずおすすめするのは音型をドスで覚えることです。最初のこのフレーズ、ルートからナインス、サード、そしてフィフス、そしてシックスノートをセブンスにチョーキング、そしてまたチョーキングダウン、そしてフィフス、そして最後にまたルートという音の仕組みを覚えることが大切です。そうすると3弦からやるとというフレーズになりますし、これを4弦からやるとという風になります。これは各自が弾きやすいポジションで弾いていくといいと思います。それではまずこの4弦フォームからでやってみましょう。この場合まず4弦にルートを見つけます。この4弦のルートがパッと見つからない方は6弦プラス2と考えてください。6弦の5フレットに A があるとすると5を足す2は7ですね。そうすると4弦にオクターブがあります。そしてここの4弦のルートが見つかったら7フレット、そして9フレットから11フレット、そして3弦の9フレット、そして3弦の11フレット、これが6になりますので7にチョーキング、そしてまた下げて5度に行って、そしてルート、これがというふうにやっていきます。人差し指から薬指でスライドをさせましょう。また人差し指、そして薬指でチョーキング、そしてここでポジション移動でルートに戻る、そして最後はですね軽くグリッサンドしてあげると綺麗な感じになります。このようになります。それでは次に3弦にルートを置いたポジションでやってみましょう。3弦の2フレット、ここに A を見つけたとします。そしたらここから、中指で4フレットから6フレットへスライド、そしてフィフスノートを人差し指で押さえましょう。そしてシックスノート、2弦の7フレット、これを薬指、そしてチョーキング、そしてまた戻して、そしてフィフスに行って、最後のルートは3弦の2フレットでもいいんですが、ちょっと移動が大変なので、4弦の7フレット、ここで見ておくと、最後の移動が簡単になります。これが3弦から見たフォームになります。この形さえ覚えておけば、次に、コードが A7 から D7 に行った場合、D7 の場合、3弦で見ておけば、先ほどの形をそのまま移動できます。3弦の7フレットでルートを取るとします。そしたら先ほどと一緒、今度は中指で9フレットか11フレット。そして、2弦の10フレット。そして、2弦の12フレット。これが6になるので、チョーキング、そしてはチョーキングダウン、そしてまたフィフスに戻ってルートは4弦の12フレットになります。そうするととなります。そしてまた一度
E の時も今度はまずルートを3弦で見つけましょう。そうすると3弦の9フレット、ここにルートがありますね。そうするとポジションは3弦の9フレット人差し指、そして11から13にスライド、そして2弦の12フレット、そして2弦の14フレット、6ノートをセブンスにチョッキング。そしてルートをまた4弦の今度は14フレット。と見てあげます。このように考えておけば、フレーズを全部3弦のルートで見る場合、そうすると、という風になります。これの場合は頭の中はすごく簡単ですね。手の形がずっと同じなので。ただ横移動がちょっと大変なので、そういった場合には最初の A7 の時だけ4弦ベースにしちゃう。そうするとこのようになります。これの利点はですね、横移動が少ないことですね。特に A7 か D7 の流れ、そしたらこの4弦の7フレットで終わったところが今度3弦から始められますので、すごく簡単になりますね。このようにポジションの選択は、各自がやりやすいようにやっていくといいと思います。さらにセッションなどでキー A じゃなくてキーを C にしたいなどと言われても、今の考え方ができていれば、手がちゃんと追いつくようになると思います。たくさん弾き込んでみてください。それでは失礼します。